えと今日の名古屋の最高気温ついに40度でですね私も外に出ますとね今名古屋にいるんですがもうムーッとくるですね、まあ、ものすごい熱気で、まあ、確かにちょっとこれは外におれないなっていう感じで、えー、家でクーラーをつけてじーっとしとります。<laughs> えちょっと外には出ましたけど外っつったって仕事では出ましたが。 えー、それもクーラーの効いてるとこですからねでしかしやっぱりこれ何度かこのブログでなるんですけれどもやっぱり今年のこの暑さですね地球温暖化とかそういう地球規模のもんではないんですよね。えー、まあちょっとだけ例を挙げますとですね名古屋40度那覇沖縄の那覇30度ロサンゼルス21度 ハワイ28度です、ねまあ、この実はこれをもう任意で僕私の都合のいいように選んでんじゃなくて気象庁がですね世界の天気と言って示しているので太平洋に面してあるもしくは太平洋にの大体日本ぐらいの緯度まあアントランアンカレージのようにですねちょっと北の方とかそれからシドニーとかあー南米のリマとかいったところをまあ別にするとですね 北半球でだいたい日本の井度ぐらいのところで示されているものはホノルルルとロサンゼルスなんですねこれはあの気象庁がどういう意味で示しているかどうか分かりませんが一応世界の中でそういうところを示しておりますからそれがまあ典型的なところとしますとね名古屋と那覇の間が10度最高気温で、まあ、那覇とロサンゼルスもほぼ10度ロサンゼルスいうのはあの 日本ででえば高知県と井戸が同じですからね、まあ、ホノルルっていうともちろん日本の沖縄よりかはもっと南かなちょうど台湾ぐらいの感じですからねまあちょっとおかしいわけですよ。それでで名古屋40度那覇30度ってもう明らかかにおかしいんですよというのはですねそれはホノルルまで行くとかロサンゼルスまで行くとですねやっぱりちょっと海流の温度とかそういうのも少しかなり違うもんですからいろいろ考えられる。まあ、それでも 地球温暖化どうか,か見るのはそれはこれでいいんですけど、えー、個別の理由を考える時はまあ別の理由も考えられるんですけど名古屋と那覇っていうとですねこれはまあ海水温もそれほど変わらないしそれからチベットからの風もそれほど変わるわけじゃないんですね。私はあの全世界の温度っていうのをずっと見てるんですけれども、まあ、こと今日もですね40度っていうのは少なくとも 気象庁が選んだ世界の気温で表示されているところっていうんで一番高いのは名古屋でそれからカイロ37度でなんですよねだから、えー、カイロよりか温度が高い大体ニューヨーク27度ロンドン24度北京あたりは暑いんですが33度ジャカルタ29度ケープタウン17度シドニー15度リマ19度。 サンパウロ16度と、まあ、こういうのがま出てるわけですが <laughs> ちょっと極端っていう感じがすするんですよねそれから特に那覇と名古屋っていうのは日本近海ですからねこれはその太平洋の海の暑さとかそれからチベットからの風なんかもそれほど多くは大きくは違わないように思うんですが10度っったらまあこれ相当なんですねで昨日ある読者の方から産経新聞に載っていたという。 日本の最近の気温の変化を上から衛星で撮ったものですねこれを撮りますとねまあ明らかに東京を中心とした関東地方名古屋を中心とした濃尾平野それから大阪まあ大阪はそれほど暑くないんですよね。あ今日の気温では鹿児島32度っていうのはやっぱり考えなきゃいけないんですね。那覇30 32鹿児島32度 那覇とか鹿児島に対して名古屋の気温がですね際立って高いっていうのはですねこれはやっぱりちょっと考えなきゃいけないんですよ。やっぱこれはまあこの時節8月の初めですからねロサンゼルスの21度ニューヨークの27度ホノルル28度ここら辺はですね まあ温温暖化という気温じゃありませんよ <laughs> あまあ、まあ、人間が普通に快適に最も快適に過ごせる温度というのは26度と言われておりますが、まあ、それから言いますと、えー、ホノルルロサンゼルスニューヨークだいたい平均しますと25度ぐらいですからね56度ですから、まあ、これは快適な温度ということでおん夏,に夏に26度ぐらいの平均気温というと全く何の問題もない。 温暖化だからどうとかそのこと騒ぐんじゃないんです。ところが名古屋の40度って騒がなきゃいけないから暑いんですね。だから日本列島の作り方が間違えたとまずは考えられますね。それに副次的に太平洋の水の温度チベットからの風そういったもんじゃないかと思うんですね。でこれはね僕冗談ごとじゃないと思うんですよ。 こんな風にです、ね、40度が日本だけ続くこの日本だけ日本あっ日本だけつっていけないんだ那覇が日本ですからねえ日本の年だけ <laughs> に続くとあの今日のねあの鹿児島の平均あの最高気温32度ってのはこれはそれほど不思議じゃないんですよこれは昔から32度、まあ、今から50年前も32度ぐらいなんですよ那覇も30度ぐらいなんですよむしろ涼しいぐらいなんですねだから 地球は温暖化していないが大阪名古屋東京だけが温暖化してるっていうこういうい感じなんですねこれははっきり原因を追求しないと2年後のオリンピックをどうするかっていう問題ですねこれがたまたまであればたまたまであれば2年後オリンピックをやらないんだけどたまたまでなくて東京はもう永続的になんか都市づくりが間違っちゃってこういう温度になっちゃったんだっていうんなら東京でのオリンピックは無理になりますね。 ですから甲子園もそうですね。ですからこの今年のですね、日本の東京から大阪までだけが暑いっていうのはよく考えなきゃいけないと思うんですね。都市化というだけでは済まないんですよ。ロサンゼルスも結構大きな都市ですし、ニューヨークもそうですね。ですからロサンゼルス都市化してもロサンゼルスは21度だし、ニューヨークは27度なんですからね。ですから都市化したから、 ななったっったててのははちょっと価格としては乱暴なんですねこれはもう私はね気象庁全力を挙げてねなぜ世界の中で東京名古屋大阪だけが温度が高いのかまあだけがってっうと新潟も結構高いとか金沢も結構高いとことになるんですけどもまあと日本の本州の真ん中辺りの都市 <laughs> っつってもいいんですけどそれはねもう相当全力を挙げてほしいんですよ。 気象庁はの、ね、変なことにね、浮気しちゃってね、地球温暖化のガとか言ってるんですけど、そんなことよりか、地球、日本の気象庁ですから、日本の気象をちゃんと解析してほしい。それから異常気象っていうのもおかしいんですよ。異常かどうかは別にして、異常だっていうんで片付けちゃいけないんですよ、科学は。異常をちゃんと理由を説明するっていうのが科学なんですよ。今日は異常非気象だ。それは知らない人が異常非気象っていうんであって、気象の専門家は、 これこれここういう事情で那覇が30度ロサンゼルス21度に対して名古屋は40度っていうのをこの暑い時に言ってくれないとですね判断を間違うということですね。